こんにちは、ブルーホースです。ということで、マリオストーリー続きやっていきましょうか。前回ですね、テレサのレサレサちゃんを捕まえたというところで、なんだ？お開けなさい。はい、お嬢様。おかんばっかりや。ごめんなさい、のっけからなんなのあなたみたいな感じかもしれないですけど、ちょっとホタテの干も食べてます。美味しいんだよね。まあ、減量末期なんだけどさ、今さ、もう、なく、ふい、ふい、あー、なんで、そう、俺がこう言ってんのかよ。カッキーン、甘いちー。あ、しまった。まあ、どうしても出てくるだろうから、普通に踏んどこう。ほい、よいしょ、ポイッと。落ちます。で、こいつの体力は確かね、あ、ちょ、間違えた、間違えた、間違えた。ゴリゴリに間違えてた。今、プロコンって言って、右手で操作する方にもスティックがついてるんですよ。それ思いっきり左に弾いてた。それは無理だよねって話だよね。あ、ちょ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 
い、よいしょ。2体くらい、あ、そうやね、出てくるよね。オッケーオッケー。じゃあ、とりあえず、めんどくさいから、こい、あー、そうだ、間違えた、何してんだ、バカ野郎。まあ、そういうこともあるさ。はい、1、ググーと力を貯めて攻撃するの、その時の攻撃量8もあるから、光出して注意しなきゃ、レサレサとかを使って隠れたら、やり過ごせるんだけどね、って。やり過ごせるんだけど、ねーっと、オッケー、ナイス、プー。なんだ、お前らパワーアップしろよ。パワーアップしてくれたらよかったのに。3、まあ、いや、とりあえず、ほい、まあ、どちらにせよ、どっちかが生き残るんだったら、もうめんどくさいから、これでいいや。はい、よいしょー。ほい、ポコン、ポコンと、オッケー。くる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 。確かにパワーアップして8、攻撃力8になるって、まあ、えぐいよね。よく考えたら。うん。しまったな。パタクリボー、ちゃんとやっとくべきだったね。ちょっとミスったね。まあ、いや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 。あ、いる。よかった。もう一匹いる。ほい。あ、ハンマーが当たらない。そして3匹は多いな。3匹の、なんちゃか娘は多いな。ドゥー。ほんで、ぽい。ヒュン。とりあえずどうしようかな。あー、まあ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 、結局一緒だからもう、はい、読みましょう。クリボーだ。俳句っぽくりだよ。だよ。ムムーと、え、レサレスとかを使って隠れたらやりすぎるの。その他は普通のパタクリボーと後ろがジャンプで落としてやっつけようね。はーい、了解でーす。にゃーん、にゃーん。なんだよ、全員普通に攻撃かよ。了解でーす。じゃあ、一匹一匹始末していくしかないね。ヒップだろ。いつも思うけどさ、マリオのお尻ってどういう形をしてるんだろうね。どういう形っていうか、どういう硬さしてんだろうね。ものすごいカッチカチなんやろな。まあ、ただ、踏みつけるのと、ヒップドロップとの攻撃力が一緒っていうところが、私ちょっと気になりますけどね。ほい、よいしょと。まあ、だから多分、あれだよね、足で攻撃するのと、お尻で攻撃するのとで、その硬さとか重さとか変わらないんだけど、単にブーツが重くなって、ちょっと重さでダメージを食らいマッチョっていう感じなのかなっていうんですね。はい、オッケー、行きましょう。あー、よしよしよし。スターも1個溜まったね。オッケー。優勝、いつでもじゃあ、スッキリ紹介しましょうか。まあ、スッキリ紹介って言ったら、ハブとそうなるよね。はっはっ。チャラチャラチャラ。どうしようかな。まあ、バランスよく行きたいところなんだけど、まあ、とりあえずなんか使える技が増えると嬉しいかなと思うので、はい、じゃあ次、フラワーかな。じゃあ、バッチは何がある？あ、ちょっと待って、あ、違う、ハンマー投げるか。あ、でも今別になんかあれかな、使えるの特にないか。まあ、じゃあとりあえずフラワー。貫きジャンプを手に入れたいところですよね。さすがピューピュー、ピューピュー、おかおかだからピューピューって食えてるな。あれなんだなんだなんだ。あれ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 来た場所に来た行きましょう。あれ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 おかしくない？それどうも、やっつけに来たんです。それどうなの？あれからどこも現れてるんですか？それくらいでもどこもですか？やってみましょう。私、しょうがない。ことは、はい。ハインリヒのやつがやられて、こいつらは、何人というものの設定になってそんな名前が付けられてるのか。もうテレサのレサレサって伸び伸びただからな。お嬢様。不死身でどこも銃器も気をつけ。あ、そっか、お嬢様にならなきゃいけないんだ、これ。お嬢様を設定しなきゃいけないんだけど、まあ別にいっか。そのまま行きましょう。なんだなんだなんだ。じゃあお前別に何もないのか。今マックスだっけ？ハート、ハートキャッチマックスだよね。オッケーオッケー。
どっかで、ドガバ。あ、ドガバに変えなきゃいけない。あ、違う。こんにちは、ドガバ SK に皆の仇を取ったけど、するとですね、来た、やばい。ヒュー、ヒュー。大変です。ドガバ早く来ないと、レサレサ。ちょ、さま、ちょっとあなた変わりなさい。あれ？強制的に変わるのかな？で、これあれだよね、スケスケの実を結局レサレサ食べてるってことですね。見えてすません。見えてません。もう、気配は感じますって。あ、今隠れればよかったじゃないの？てか、隠れたとしても、なんだろう、テレサって結構触れるっていうことなのかな？だいぶよーく味わってるよね、このドガモンね。で、どこに消化されていくんだろうか、果たして。うん。で、中の、真ん中にあったの胸のパッチが気になるけどな、ドンパッチなのかな？でも今時ドンパッチとかって言うと分かる人とかっているのかな？分かんないけどさ。ほんで、まだちょっとこっちに変えとかなきゃいけないから、と、OK。で、出てくるよね、と。あー、出た。ハイパーシンゲモーン！これ食らう？課金だよね。あ、ですよね。うん、なんとなくそんな予想はしてた。ちょっと待って。貫きハンマーを使いたいから、物知りで先に。モギル君に磨きがかかっている。おぉ !3 の3。ぐーっと力を貯めて攻撃しても、その時の攻撃力は8もあるから光り出してる。はい。爆発でひっくり返せば、防御力がぐんと下がって1になる。頭の時には周囲で踏んだら痛いからね。痛いのって。そっか。ってことは3ってことは1しつつしか食らわせられないから、やっぱりピーピーピー。あーちょくるあ、3くれるんだ。あーでもなー。これあれだね。あいつと戦うまでになんとかレベルアップするかどうかってところだよね。ちょっと待ってね。アイテム数は。いやーでもこんだけあったら、不思議そうって。じゃあ誰とバナもどっかにいる？あ、ちょ、あー！ B！ あ、ちょ、待って、B 押したのに。時々反応しねえんだよなー。いいわけです。ドゥー！ヒップザラップ！よし。まあいいや。とりあえず、じゃあ、一体一体、めんどくさいから。どっちかがチャージしてきたとしても、どっちかを始末でき、うん？あー。ありがとう。うん、ありがとう。んー、なんだよ、攻撃してこいよ。んだよ、攻撃してこいよ、お前ら。あれ？これってさ、あー無理か。あーってことは攻撃力8ですね。やばいですね。どうしようかな。こっちもチャージしとく？チャージじゃ、クリオちゃん。くる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 。ありゃっといっしょー初見殺し初見を殺してやったぞ、ベイベー。はっちょいもう一丁。ただやっぱ6は辛いな。6つれん。ナイスで防御あと10個くらいくれないかな。全部つけるのにな。あ、20個しかバッチつけれないから無理だわ。まあでも防御力がカチカチになっていけばね。ああ、いらないです。むしろしなびたキノコを先に食うっていう手も、ああ、少しの間余計よくになれるのか。どうしよっかなぁ。ちょっと待ってね。なんだかんだで必要なんすよ。必要だから、フレッシュジュース何個もいらないから。あれ今回復した？あ、やった。お手紙、ガミ。手紙をガミ読みましょうっと。よいしょ、あ、ちょ。で、ちょっと、新エモンはいけたから、誰が正解なのこの場合って。でも、レサレサじゃ全く意味ないもんね。どうしよっかな。まあいいや。とりあえずあなたにしときましょう。役に立たないことは分かっているけれども。ほい、よいしょ、痛い。うげえ。やばいぞ、ピンチだぞ、これは。これは非常にピンチでございますね。ということで、まずは貫きます。あちょー貫いてー透き通り、なるほどね、出す。ただね、透き通りをした翌ターンね、レサレサが動けなくなるっていうね。残念極まりないですよね。よいしょー、ほいかん。で、パワーアップしないんかーい。オッケー。じゃあ、とりあえず、じゃあ、奥のやつをぶち殺しましょう。ほい、さよなら。くるくるっと待って、よいしょ。なんか面白いトークとかがあればいいんだけどね。なんかマリオカートの方で一時期あれって時あったじゃないですか。なんかね、それが面白いって言ってくれた人がなんか珍しくしてさ、ほら僕の実況とかでさ、つまんないっていうやつが最近多く現れてきているとかってなるんで、で、僕の実況って基本つまんないじゃないですか。ね、好きで見てくれてる人には申し訳ないんだけど、別にトークも面白いわけでもなければ、何かがこうな、起こるわけでもなくて、なんかちょっと予想外のことが起こった時だけ急に、やーって叫ぶみたいなさ、そういうさ、なんかもうなんだろう、どちらかというと感情豊かー多い非常に多いでございますね。どうしよう。とりあえず全員燃やしとく？使う意味ないもんね。あ、コインも通る。使う意味ないとか、使っ、
使いどころが他にないもんね。うん。雪のステージだったら使いどころがあるかもしれないけど、ということで、レサビーしましょう。ピッ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 、オッケー。で、まあ、残り1体で次のターンになりますよっていうところが寸法ですね。ほい、よいしょと。ナイス。誰かパワーアップしてくれたらいいのに。なかなかコマンド打つのがめんどくさいんですよ。うん。だからそういうね、ちょっとね、嬉しいコメントなんかもあったりとかすると、やっぱテンションちょっとぶち上がるみたいな、そんなところっすよね。うんうん。よし。で、レサレサに。あ、じゃあ間違えた。奥をやっといた方がよかったの。まあいいや。ナイス、グレイ、ドライ、ボワイ、ボワイ。で、どうせパワーアップするんだろ。あ、しないんだ。よいしょ。だから、ただ単に体力が上がった。だったら闇パタクリボーとかの方が強いよっていう話だよね。こういう場合だったらね。うん。8個、まあまあまあ、ってかさ、ちょっと待って、4体以上出てきたらなんかスターポイントが1個増えるとかそういうシステムじゃなかったっけ？ってかいらないんだけど、めっちゃしなびてんじゃん。逆に食べて HP が1回復することの方がいいよねっていうね、なんか むしろ優しいわって思うんだけど、どう？こっちはあれだね、もうなんか戦うのがめんどくさいので、こっち。で、ここのステージでも普通にあれあるのかな？あれその、なんだっけ、仲間のパワーアップ、ランクアップしてくれるやつ。よいしょと。ちゃ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 、ヒップドロップ、トゥトゥルトゥトゥトゥー。パレッタキックは3だっけ？あ、3か、しょぼいな。あ、なるほどね、パワーアップキノコね。オッケー。お前もかーい！マジか、どうしようかな。よいしょ、パワーアップされちゃもう手に負えないからね。あれ？ちょっと待って。どうしよう、これやばいんじゃないか？死にそう。ちゃん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 。あぶねー！あぶねー、あぶねー、あぶねー、あぶねー。めっちゃ油断してたわ。普通にこいつ攻撃してくれと思って油断してた。あぶねー、あぶねー。うわぁ、これゲームオーバーになったらあれだったよ。確か、結構あれだよね。セーブポイントで戻されるっていう、まあまあ鬼鬼畜仕様だったよ、これね。おぉ、いやぁ、これはあれだよね。もう本当に、瀬戸際を戦った、本当ギリギリ崖の上を行くようにだよね、本当に。ギリギリチョップなんとかクリア。ということなので、違う。目玉焼き食っとこう。いただきまーす！美味しゅうございます。で、なんか潜んでんすよ。潜んでるやつは、これ爆発。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。あぶれ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 。ああ！仕方あるまい。爆発でひっくり返させてあげましょう。スーパークックだ！ベベ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 。あ、おならこいてるあれじゃないですよ。あ、ちょっと待って、絶妙に1ずつ残ってんな。うわー、めんどくせえなー。うわ、次々ジャンプあったら秒だったのにな。ないな。じゃあもう一発ずつ始末していきましょう。どいー。あ、てかこいつじゃなくて普通にクリボーやった方がよかったか。あ、そうだよね、刺さってるもんね、普通にね。オッケー。じゃあとりあえずクリボーを始末しましょう。ほい、よいしょと。で、結局新エモンやらなきゃいけないから、うわー、ミスったなー。ほい、よいしょと。ほい、はい、オッケー。目玉が回る。あ、やった、10個もくれる。オッケーオッケー。慣れたもんですね。これほんと、コツネコさんマジでうまいからな。あの人が多分連続ジャンプとかやったら、なんか2時間耐久レースとかできそう。勝手にハードル上げとく。あ、コインがいっぱい出るやつですね。なんか裏にない。おー。でも全部拾い切る前になくなっちゃうっていうね。よいしょ、よいしょ。で、さらにここでもコインが手に入ると。やったね。ほい、オッケー。で、あ、スーパーキノコ。あ、やった、10個食べて10個帰ってきた。チュリーン、チュリース。オッケー。で、そろそろ。だよね。トゥトゥトゥー、トゥルトゥトゥトゥ。よかったー、セーブポイント。ここまで来たら、とりあえず死んでもなんとかなる。まあ、ゲームオーバーにならずに帰ってくれるのが一番なんだろうけど、あ、そういえば、ここあれだっけ？あー、出たよね。あ、これどっちから行くのが正解だったっけ。危ない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 。左？あー、じゃあお邪魔しまーす。あー、変なやつがー。おー、グエ無理だ。ってことは、ちょっと待ってね。ちょっと待って、いつも間違える。クリオ。クリクリしちゃう。
クリクリーオッケー先制攻撃チャラチャチャチャラチャ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 8で3だよね。よく眠り、そういう時はゆっくり起こさず、体を起きるときアクションが全然怖くないよー。オッケー。オッケーよ、本当だ、怖くなかった。全然怖くなかった。僕平気、僕ちゃん平気。よいしょ、踏んで、もういしょと。オッケー、よいしょと、いい出来、オッケー。くる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 。じゃ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 ーん。あ、いいね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 。ハートも戻ってきてるし。あー、危ない。てか、ちょっと待って、47か、47か。一応、そのやっぱやっといた方がいいのかな、レベルアップを。ねえ。ってなると、おー、ちょっと待って。とりあえず爆発させといた方がいいか。ほい。オッケー、チャラチャチャチャラチャチャルチャルチャチャチャラ。オッケー、2。で、先にマリオでこっちをよいしょー、ほい、くるっとくるっとにヒュースの、ちょっと待って、あのこいつさ、こっちじゃねえや、あのこのステージさ、あのハート回復のところないのかな、ないのか、自己完結しちゃってるけど、ないのは困るな。セーブポイントあったけどね、あそこまで頑張ってきたんだけど、ハートは回復させましぇんとかっていうオチだったらね、わざわざあのピューヒルルの丘だっけ、なんとかピューヒルル、ヒルルピュー、なんかちょっともう覚えて、ああ、なんか見えない壁に阻まれている。よいしょ、オッケー。でこいつじゃあ、やべ、ちょっと、うわ、しかもいっぱいいるべや、いっぱいいるときはもう遠慮なく使っていきましょう。多分まあどっかで回復出てくるでしょう。うん、じゃあ次のターンクリアだね。オッケー、一発、あー、やばい、あー、喉がふん、やべ、ふん、あのね OBS っていう録画ソフトを使ってんすけど、あのね、このソフトね、いあの手軽ですごいいいんだけど、一方でね、なんかよく仕様が分かってなくて、設定そのままであのアプリを落としたとしても、なんか次立ち上げたら録画ができなくなってたりとかっていうね、なんかね、もっとちょっと謎なんですよね。でね、今何が起こってるかっていうと、自分がこうベラベラ喋っているっていうのもあるんですけど、もう一つね、困っているのが、その声がなんかね、あの二重で聞こえてくるっていうこともあるんですよ。おいで。あれ、残念。オッケー、チャラチャチャチャラチャトゥ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 、こっち。そうだからね、あのトークがさ、下手くそになる瞬間ってめちゃくちゃあるじゃないですか。まあずっと下手くそっていう人もあのご意見としてあるかもしれないですけど、あのね、なんか急に言葉が詰まったりとかっていうのが、あのなんでそうなってるのか、やばい、なんでかっていうの理由をちゃんとお話しするとですね、あのね、自分が喋ってる言葉があの30くらいになって、自分の耳にそのマリオストーリーの音楽と共に帰ってきて、なんかね、自分が途中でね、あのあれ今これどういう話みたいな風にちょっと困る瞬間があるんですよ。タラタタタラタドゥ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 、危険、ピンチと危険ってやっぱさ、その違うのかちょっとわかんないけど、ピンチラッキーは危険の時はあれなのかな、発動しなくなるのかな、そこら辺のちょっと仕様っていうのがよく分かってないんだよね。まあ、危険でなんとかみたいなさ、おお、なんか急にあの攻撃速度だけは、あー、いらねえわ、絶対いらねえわ今。よいしょ、5。いやー、これボス戦の時とかに欲しいよね。それができたらさ、もう秒でさ、今回のボスの体力50だからさ、ねえ、5分の1削れるわけでしょ。エロいよね。こっちでいいのかな、誰か寝てんだけど、ふん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 言ってる。あー、こっちまだ早いか、どこ行くのが正解なんだろうね。お邪魔しまーす。あ、違うの、どっちも一緒だな。じゃあ、バチのが、あれだったのかな、行く場所として正しかったのかな。どっかででも確かレサレッサーを使っ、危ねえ。あったあった。じゃあ、これでレサレサをアップさせましょう。レサレサ。オッケー、ありがとう。
これあれかな、どっかの落ちてきた先で手に入るとかそういう落ちだったのかな。で、あそこが戻ってくる先ですぜみたいな。スーパーブラインあよう、マリアさんお会いできて、どこも、何大事なものが隠されているらしいです。探り出した人にはなんか、あのご褒美にあのレサレサのレサレサでレサレサしてくれるっていう話ですね。でもどうなんだろう、レサレサってでも実体あるのか。そう、その実体あるなしがよく分かってないんだよね、お化けだからさ。こっちを向いてる限りは触れるけど、じゃあこっち、あっちを向いてる限りはなんか向こうから触りに来てくれるけど、こっちを向いたら触れませんよみたいな、そういうオチになるのかな。よし、じゃあそこってどうやって降りるんだ。あー、寝てるやつ。じゃあ間違えた、なんかついつい間違えちゃうよ、ね、よいしょ。あー違った、間違えたわ。わー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 、まあいいや、たまには戦わなくてもいいよねっていう。あ、こっちはこっちで帰ってくるのね。ただいまー、たたたたたた、あ、お城、あー、やっぱこっちは来なきゃいけなかったんだ。ありがとう。で、お城城前の鍵を外す。これ、あれかな、連れ去られた方が早い。UFO キャッチャー。いや、マジでさ、ゲーセンの UFO キャッチャーもさ、こう、人一人をつまむことができるくらい重かった、なんかアームが強かったらいいのにね。あたいたち、はい、あたいたち、ごめんね。うん。大丈夫だよ、元気だよ。俺、マリオだよ。てれってってれって、てれってって、発生家はマリコ47歳。若返ってるー。あー、そっか。じゃあ、右側に行ったら、そもそもこれがないから開けられなかったっていうことですね。オッケーオッケーオッケー。わー、いっぱいいるー。よーん。こいつら起きてんだな。よく居眠りするって書いて。あー、いっぱいいらっしゃるー。お元気ですね。皆さん、お元気ですか？爆発して差し上げます。一旦、これで短縮できるね。ちゃ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 はい。まあやっぱり男に踏まれるよりも女の子にこうボディタッチされる方がこいつも喜ぶかなと思ってやってみました。はい。あ、やった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 。使った分はちゃんと回収していくスタイル。ほい。ドン。チャラチャチャチャラチャ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 。またいっぱいいる。じゃあ仕方ないですね。爆発いっぱいしようか。どう？ちゃ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 ー。焦げ焦げ。よいしょ。ほい。あおあダメだったダメだった。じゃあ、そういう時はす。あ、ちょちょちょ。あ、ちょちょ。は？あ？違う違う。願ってどうすんの？バカなの。今願ってどうすんだよ。もうこれ以上上がらない。そりゃそうだよ。全国民と全星民があれ突っ込んだよ、今。星民でいいのかな？なんか昔そういえば伝説のスタフィーってあったよな。あれ、スターはわかるけどさ、フィーは何をかけてんだろうな。言いやすいからそう言ってるだけなのかな。ちょっとよくわからない。ふん。あ、やべえ、4匹もいる。どうしようかな。とりあえず、このまま行くとちょっと非常にまずいので、とりあえず、全体攻撃コインを戻らして、でスーパー爆発しましょう。チャン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 。まあ使えるアイテムはね、どんどんね使っていきましょう。はい。もうプチってても仕方がないので、まあ回復しに行こうと、すぐ回復しに行くことのできる優しいゲームですからね、これはね。 OK12 個。まあどうせあとちょっとで進化しそうだし。チャラチャッチャラチャッチャ。おーおーおー、あれ、なんか占い師のあれ使ってないのにコインめっちゃ出た。ありがとう。あー、お前かよお前かよお前かよお前、嘘は捕まった。あー、分かった、理解した理解した理解した。なるほどね、逃げようと思っても無理なんだ。
あたいたちの仲間の能力を使って、そういえばあれだよ、普通に文章飛ばしてたから、こいつなんかベラベラ喋ってんなーくらいにしか思ってなかったわ。なんかあいつだけ、なんかすげえやる気満々っていうか、スピード速かったよね。なんなんだ、マジで。っていうことは、じゃあこいつだね。こいつって言っちゃってるけど。ちゃっちゃ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 ー。貫きジャンプが欲しいなー。よし、オッケーオッケーオッケー。ちゃっちゃちゃ。オッケー、ほい。あーが、あ、ちょちょ、あ、押したべ、押したのにマリオ、あんたバカなのって思われてる。うん、バカです。すいません。だから、マリオがバカというよりは、これを操作している私がバカです。すいませんでした。私の透明になる能力を使えば何の問題もないのに、あなた何やってるざますって、うん。俺もそう思ってる。安心して。安心はできないか。むしろね。うん。よし、入っていきましょう。キー。たったかたたったかたたったかたた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 。あれだね、むしろこう普通に走ってった方が回転しちゃうとこの特殊能力が急に使えなくなったりみたいな状態になっちゃうから、オッケーオッケー。でここはさすがにいないんだね。ここいないんだ。むしろここをもう強化しとくべきポイントじゃないのかって思ったりするけど、どうしよう。あと89だ。もう少しでレベルアップするもんね。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキー。寝起きドッキリでーす。おはようございまーす。元気ですか皆さん。ふひょ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 。ふみふみパニック、ふみパニック、ご褒美でございます。むにゅー、発射。オッケー、無駄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 。あ、ちょっと待って、めっちゃ食らってる。やばいやばいやばい。でい、もう一丁、あちょ。こいつらでもさ、ママの子守歌だったらさ、秒で寝るんじゃね。ねえ、居眠、あ、あ、お邪魔します。なんかたまたまラッキー。あ、違うな、ここじゃねえな。あ、間違えた間違えた間違えた。あ、そういうことか、そういうことか。で、多分真ん中だと間に落ちちゃうから、そういうことだな。しまったしまった。今、理解したときにはもう落ちてしまっていた。そういうこともある。よいしょ。おい。こいつら見失うの早すぎるの。待って待って。冷静に考えると、ドガモン自体が最強なのに、あいつら見回ってドガモンのお城から追い出そうとする理由は何だ？やっぱりあれかな。秘密を破られるとまずいからっていうオチなのかな。どう思う？みんな。いや、別にさ、まあ、かといってさ、ドガボン城で入ってさ、ドガボンに襲わ、あの、ドガボンをやっつけるぞって言ってもさ、あいつ、心臓がないからさ、不死身なきゃって、あ、答え言っちゃった。あはねえ。まあ、いいや。よいしょー。オッケー。で、あ、ちょちょ、毎回間違えちゃう。ごめんね。これがあれば、まあ、クッパー。との対戦は秒ですね。クッパとの対戦ってあれなの？クッパって普通になんか体力戻るんだったっけ？確かね、防御力は急に2にアップしてるからね。最初 HP50 の防御力1なのにさ、急に99の2に上がってるからね。本当やっぱ人間って成長するんだな。亀だけど。みんなはさ、マリオの世界だったら、そのこのマリオストーリーに限らなくていいからさ、何になりたい？ルイージになりたいとかさ、ピーチ姫になりたいとか、キノピオになりたいとかさ、まあ俺別に何もなりたくないんだけど、この世界の奴らに何かなりたいなとは思わないですね。ウェスカーさんになりたいですね。で、あ、まだいるのか。あー、ちょっと待って、ちょっと待って！いらん時にやってしもたー。あー、どうしよう、30分経つな。ちょうどいいところまで戻ってきたし、はい。じゃあ、一旦ここまでにしましょうか。はい。ぴょんぴょん。そうですね。はい。じゃあ、中途半端なところで申し訳ないんですけど、次回、不死身のドガボンの心臓をグリグリってえぐり出す、ちょっとグロいパートをやっていこうというふうに思いますんで、一旦ここで終了とさせていただきます。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた。バイバイ。